EF English Live は Apple とのコラボレーションから始まり EF Education First を母体に持つオンラインへ会話スクール。120カ国2500万人の会員を有し1200社以上のグローバル企業に語学研修プログラムとして利用されている。グループレッスンとプライベートレッスンを組み合わせた珍しいカリキュラムを提供しており、講師は全てネイティブ講師となる。 E.F. イングリッシュライブは1996年に現在の CEO を務めているアメリカ、ニューヨーク出身のビル・フィッシャーによって設立された。ブラウン大学のコンピュータサイエンスの学士号を取得した後、ストックホルム経済大学院に進学した彼は自分のスウェーデン語学習のためにコンピュータベースの学習プログラムを開発することになる。 そこで、後の EF エデュケーションファーストの創立者であるバーティル・ハルトと出会い、彼が当時の EF のマルチメディア事業部門を担当し、オンラインの英語学習サイトのイングリッシュタウンを設立した。イングリッシュタウンはネイティブ講師によるライブレッスンに重きを置いたサービス内容から2016年1月に EF イングリッシュライブへと名称変更した。 EF イングリッシュライブは本社をスイスのルゼルンに置き、リサーチ、開発センターを中国の上海市に持つ。現在は世界50カ国に及ぶ約2万9000人の教師とスタッフによって運営されている。2000年5月に東京都渋谷区にオフィスを設立し、EF イングリッシュライブ日本語サイトをオープン。住所郵便番号150002 東京都渋谷区渋谷2の15の1渋谷クロスタワー27階2010年10月現在、アメリカ合衆国、イギリス、日本、韓国、中国、香港、メキシコ、ブラジルなどに EF イングリッシュライブの独立オフィスを構えており、加えて EF ネットワークを介して、全世界54カ国で現地化戦略を実践している。EF イングリッシュライブは、 EF Education First の子会社である。EF Education First は1965年、スウェーデンでバーティルハルトによって創立され、現在では、世界最大規模の民間教育関連会社であり、語学留学をはじめ、海外留学、旅行、文化交流や、ビジネススクールなどの教育プログラムを推進している。EF Education First で働く社員は2万9000人、おり、オフィスは、 海外51カ国に設置されている。バーティル・ハルトは現在、取締役会長を務めており、CEO はルイス・ジュリアン。EF ・イングリッシュ・ライブは2008年の北京オリンピックと2010年の第16回アジア競技大会のオフィシャル語学、トレーニングパートナーとして選ばれ、語学研修サービスを提供した。また、2014年のソチオリンピック、 国際サッカー連盟ブラジルワールドカップでも同様のサポートを予定している。2018年平昌オリンピックでは公式教育サービススポンサーとして2020年東京オリンピックではオフィシャルパートナーとしてスポンサー契約が締結している。EF イングリッシュライブはこれまでに下記の賞を受賞している EF イングリッシュライブはオンラインへ会話スクールであり、 英語学習の全領域をカバーするオンライン自己学習教材とネイティブ教師とのライブレッスンを含む e ラーニングのサービスを提供する。学習方法と内容は learn try apply s e l f t というロータク教授法を元に独自開発されており、学習レベルと評価システムはのイギリスのケンブリッジ大学との共同研究で開発されていることで知られている。グローバルに 教師陣のネットワークを構築することにより、時差を有効に利用することができるため、ネイティブ教師とのライブレッスンは週7日24時間利用可能である。イングリッシュライブのウェブサイトは、英語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、中国語、タイ語、ロシア語、トルコ語、アラビア語など、合計14の言語で運営されている。 ネイティブ講師によるマンツーマンレッスンとグループレッスンを組み合わせたレッスンを提供しており、コースには下記の内容も含まれる。ありがとうございます。